はい、カブカブパラダイスです。個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルです。それでは、まず今日の日経。 461円下げましたね。で、前日のダウも473ドル安ということで、まあ下げていたんですよね。で、インフレ懸念や高値警戒感ということでまあ、書いてあるんですけども、まあね、ダウはずっと高値にいましたので、まあ、それでね、下げたのかということはね、まあ、すごく納得はできるんですけども、それで、まあ、日経もですね、それにつられて大幅安ということになってしまったんですよね。 でですね、まあ、このチャート見てもわかるようにですね、2日連続の大きい陰線になっていて、で、2日でもうね、1000円以上下げてるんですよね。うーん。ということで、まあ、これがね、ちょっと下値目処がわかりませんけども、2日で1000円下げたので、まあ、そろそろね、一回こう、一服して、戻ってもいいかなっていう気はね、するんですけども、はい、どうなりますかね。こればっかりね、ちょっと本当にわからないので、なんとかね、 戻ってほしいと思いますが、マザーズの方ですけども、マザーズもね、勢いよく下にね、ガガガガーって下がってるんですよね。これでもう、1、2、3、4、5、6、7、8、8日連続の陰線ということになってしまいましたね。で、7, 7日連続の下げですね。うん、これもね、ちょっとかなりね、厳しい感じになっていますよね。うん。 で、まあ、これの下値目でもね、全くわかりませんけども、こっからどうなるか、うん、まあ、ナスダックとね、ダウンが下がっていて、まあ、マザーズも一緒に下げてるということだと思うんですけども、ん、なかなかね、厳しいですが、なんとか踏ん張って、なんとかそろそろね、リバってほしいんですけどもね。はい、頑張ってください。以上、試合い関連でした。はい、続いて、 テーマ別、テーマ別でですね、まずは仮想通貨関連なんですが、 今日ね、ストップだけで来たのがセレスでしたね。はい、おめでとうございます。うん、まあ良かったと思いますよね。で、こちらはですね、いい決算が出たんですよね。1月3月期の形状は3.6倍増益に着地ということになりましたのでね、うん、まあ良かったんじゃないですかね。はい、うん、よかったと思います。おめでとうございます。で、それ以外のですね、まあ加藤塚関連はね、まあぼちぼちでんなーって感じだったんですけども、で ビットコインの相場はまあまあね、あのそんな悪くはなくというところを、ね、維持しているという感じだと思いますけども、ただですね、このね、開花がね、ずっと下げてるんですよね、うん開花、今日ね、7%以上下げてるんですよね、まあ、合いが悪いといいない,いえですね、うん、まあもちろん、あと増資中っていうのもねあると思うんですけども、だら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 、ね、ずっと下げていますね。 どこで、これちょっとね、下げ止まるかね、すごく気になりますけどもね、まさかね、ここまで来るのかどうかですけどもね、200円のところをね、今253円まで来ましたけどもね、はい、どうなるか気にしています。頑張ってください。そして、まあマネックスはね、1.6%上げて、で、リミックスはまあ3円下げの1.47%ですけども、チャートはね、崩れているようには見えないので、はい、いいかと思います。頑張ってください。以上、仮想通貨関連でした。続いて、NFT 関連なんですけども、 と、グミはですね、今日は2%下げましたね。うん。まあまあ、でもね、まあ、試合に引きずられた子っていうのはね、もちろんあると思うんですけども、このチャートを見ても、まあ、NG をね、描いてこう、いるので、そんなにね、崩れている感じがね、見えないので、またどこかでね、地合次第でうまいことね、ドンと上がってくれればいいかなと思いますけどもね。はい、頑張ってください。以上、NFT 関連でした。続いて、えっと、EV 関連なんですけども、はい、EV 関連ね、今日は、 気にししているユニバンスがですねね5%以上下げました、ね、ちょっとね、チャートがねきついですよね、これね。下抜けしてしまったので、まあ、ここの、ね、横横にいますねという話をしていたわけですけども、そこからね、ちょっと下がってしまったので、うん、もちろんちょっとね、地合いで押されてしまったというのもあると思うんですけども、あとはね、今週の金曜日に決算があるので、まあ、それへの警戒感ということも、ね、あるかなと思うんですけどもね。うん、ユニバンス、どうなるかね。 頑張ってください。はい。そしてと、毎日見ているダイヤですけども、ダイヤはね、今日は1.5%下げましたが、はい。うん、まあまあ、まだね、この横横の中にいるのでね、ダイヤはね、はい、増収中ですが、頑張ってください。以上、EV 関連でした。続いて、新型コロナ関連なんですけども、今日はキャリアがですね、またまたストップ高で来ましたね。はい。おめでとうございます。これで2日連続のストップ高ですけども、 とね ir がね出たんですよねということでこの件はね新ネタのコーナーでやりますので楽しみにしておいてくださいはい以上新型コロナ関連でした続いてグリーンエネルギー関連なんですけども今日ね g 3は5%ちょっとね上げましたねはいうーんでもですね朝はね結構上げたんですよねで一時はストップだ あの直前ぐらいまでね上げたんですけども、そっからねちょっとかなり売られてしまって、まあ結局ね、プラス5%というところに今、まあ、落ち着いてしまったわけなんですけども、まあ、それでも、ね、5%上げたのは上げたんですが、まあ残念ながら、ね、ちょっと地合いに押されたのかなという気がねまあ、しなくもないですけどもね、ねもうちょっと、ね、上がるかとも思っていましたが、でこの件はですね昨日もお話をしましたけども、はいこちらとですね、 5月11日の OBK 後に IR が出たんですよね。で、新たな事業開始のに関するお知らせということで、で、前にね、えっと、エコノミストのオンラインの方で、まあ、記事になっていた内容に、まあまあね、沿ったような IR をね、出してきてくれたんですよね。うん。で、マグネシウム電池についての、と、まずですね、この開発者の東工大の名誉教授の矢部さんが、と技術顧問、 になってくれるという契約ね締結しましたとまあこれはね新しいネタなんですよねで。 あとですね、マグネシウム電池の開発販売を行いますということで、でエコノミストにはね、開発っていうことはね、書いてなかったんですよね。販売だけを、ね、G3 が担当するっていう書き方だったんですけども、ここにはですね、マグネシウム電池の開発っていうこともね、明記されていて、まあ、これもね、新しい点なんですよね。これ新しいとの2点目ですけども、あとですね、こう事業の開始をということで、5月12日っていうことがね、明記されているんですよね。で、これがね、新しいというのは3つ目なわけなんですけども、で、ただですね、 と、エコノミストオンラインに書いてあった5月中に金型を納品したいっていうことに関してはですね、まあ、この IR ではね、全く何も触れられていないんですよね。うん、ということの、まあ、一応 IR ということになっていたんですけども、まあ、とにかく今日はプラス5%で引けたということになったんですが、うん、まあでもね、このチャートを見たときにですね、 まあ前回のね、この終わり値の高値のところがちょっと意識されて落とされた気がしますけども、うん、なんとかね、ここをね、と、まあ近いうちにですね、抜いていくんじゃないかというふうにね、勝手に期待はね、しているんですけども、まあどうなるかね、ちょっとわかりませんけども、はい。うん、なんとかね、頑張って、500円ぐらいまだね、上げてくれないかなというふうにね、 勝手にね、思っているんですけども、どうなりますかはい。頑張ってください。以上、グリーンエネルギー関連でした。続いて、直近の IPO 関連なんですけども、はい。今日ね、一番上げたのが、この式のハイテックでしたね。うん。で、まあ、それでもね、ちょっと5%ということで、まあ、久しぶりにね、ちょっと上げたという感じになったんですけども、それ以外はですね、なかなかちょっとね、見るような、 いい感じのところにはね、なくてですね、残念ながらね、そしてですね、直近のね、一番近いところで上場した3社についてなんですけども、ビジョナルはですね、今日2%以上上げたんですよね、3%近くね。うん でここがね、底値かどうかっていう話をねしていましたけども、まあ、なんとかね、今日すごく地合いが悪かった割には、ですねうまいこと上がったということになりまして、まあ、一旦の底値ここだったのかどうかですね、もうちょっと見ないとわからないですけどもね、はい気にしています、頑張ってください、そしてネオマーケもですね同じ日に上場したわけですけども、こちらもですね、うまい具合に2%上げたということになりましてね、うん。で、一旦の底値がね、ここなのか。 っていう話をしていましたが、今のところそんな感じには見えますけどもね。はい、明日以降ねどうなるかね見ていきたいと思います。はい。そしてですね、もう一社一緒に上げたのがこのステラファーマなんですけども、ど残念ながらね、昨日ここでね、ことそこねかなという話をしていましたが、そこを抜けてしまったので、うん、まだねちょっとどこがね下ねかねまだわからない状況にねまたなってしまいましたけどもね。はい。まあこれがねちょっとしたどこまで行くかね見ていきたいと思います。はい。 以上、直近 IPO 関連でした。続いて、新ネタ。新ネタのコーナーに行く前に、株株カブパラダイスからのお知らせです。株株カブパラダイスは、早耳情報会員サービスというサービスを開始いたしました。詳しくは、こちらの動画、新情報サービスついにスタート、改訂版3という動画をご覧ください。会員登録していただいて、一緒に株の相場を楽しんでいきましょう。それでは、 新ネタ。はい。新ネタですけども、まずはね、さっき言っていたキャリアなんですけども、キャリアね、2日連続のねストップ高ですね。はい。おめでとうございます。でね、昨日はね、寄らずのストップ高だったんですよね。うん。で、今朝はですね、まあ、ちょい上げのね、ギャップアップだったんですけども、そこからね、ちょっと回転してしまったんですが、うんで、回転してからですね、ぐぐぐぐっと上がってきてですね、で、えっと、10時半ぐらいからね、ドーンと上がってきたんですよね。で、 これはですねどうしてかというと、10時半ぐらいにです、ね、IR が出たんですよね。うん、でででこれですねで新型コロナウイルスワクチン接種における看護師の発見、落札のお知らせというものが、ね、出たんですよねでこれはですね。 東京、大阪に設置される接種会場における業務の円滑な運営を確保することが目的として、看護師を常時200名派遣する派遣事業であるということが、ね、書いてあるんですね。うん、で、陸上自衛隊からと受注しましたと、落札しましたというような、ね、ことが書いてあって、ですねでこの件に関してはと、前もお話ししましたけども、あえらでと一応、記事になっていたんですよね。 うん、最初にね、あの、みんな知ったのがこのアイラの記事で、で、ここにね、キャリアの名前があったということでも、も で昨日はまず寄らずのストップだ,からだったわけですけども、で今日の10時半にですね IR が出て、あ本当だったんだなと、あイらの記事は本当でしたねということで、ですね改めて認識されて、まあ、買われて、上げていったということになりましたね。はいうん、でね、時価総額も、ね、そんな大きくないので、まだね、うん。ということで、まあ、この地合いの悪い中で、ですね、まあ、とりあえずね、もう買える対象のものがですねあんまりないというようなこともあったかと思うんですよね。うん、なので これがですねまあ買われてきたということかなと思いますけどもねはい明日以降もねどうなるかね見ていきたいと思います頑張ってくださいそれからですね AI インサイドなんですけども今日ね5%上げたんですよね5%上げたんですがで前もねお話ししていますけどもね何度もねえっと NTT 西日本とのまあ契約でですね、まあ、大型の契約がね、もう更新されない見込みですということが出てですね、で急激にね、にねこう下げていったわけなんですけども、で今日はね、まあ、5%とにかくね上げたんですが、OB 県後に決算が出ていて、で今期計上は81%減益へと。 いうことがね、まあ出たんですよね。うん。でね、まあこれはね、もう最初からね、わかっているような内容なんですよね。こういうふうに、ね、なるだろうというのは、もう NTT 日日本の大型の契約がですね、もう更新されないんであれば、まあこうなるだろうということは、もうあらかじめもうわかっていったはずで、ね、それによって、まあね、この寄らずのストップ安が連続していてですね、で、まあかなり下げてきたということだったんですけども、まあこの決算を受けてですね、なぜか と pts がですねもっと下落しているんですよね <laughs> ということです <laughs> よ、うん、これねあのー、もうね契約をね と、更新されないっていうことに関して折り込んでいるんじゃないかとね、思っていたんですけども、もっと下げたと、下げそうだとね、PTS はですけどもね、っていうことで、うん、明日ね、ちょっとどんな感じになるかね、わかんないんですけどもね、どこで下げ止まるかですよね、これね、うん。ということで、これはね、かなり気にしていますが、はい、それからあとですね、スパイダーなんですけども、スパイダーね、今日はまあ3%ぐらい上げたんですけども、大びけごみですね、こちらもね、ちょっと、 ねあんまり良くないものが出まして1月3月期最終は1.8億円の赤字で着地ということになってしまいましたね残念ながらねうんまあまあねこういい感じでね一時期こう上げていたわけですけどもこの決算でねちょっとね厳しくなりましたねうんちょっと明日はねかなり厳しいかなと思いますがそれからあとは iPS ですね iPS は 今日ですね、こちらも決算が出て、7月3月期、形状は黒字不上と。で、通期計画はね、超過というのが出ましたね。こちらはね、かなりいいと思いますね。進捗率がなんと128.8%ということにもなりましたから、通期に対してですね。うん。ということで、これはね、なかなかいい決算だと思いますね。明日かなり上げるかと思います。期待しています。頑張ってください。 それからですね、アライドアーキテクツなんですけども、はい、こちらはですね、今日1.7%下げましたが、こちらもいい決算が大火県語に出まして、今期計上で47%上修正、最高益予想を上乗せというのがね、出ましたね。うーん、これもね、なかなかいい感じだと思います。はい。頑張ってください。そして、あと三つ葉ですね。三つ葉もね、決算が出たんですね、大火県語にね。はい。で、こちらも、前期形状が1点増益で上振れ着地と。 で、今期は60%増益で3期ぶり3円で復敗へということが出ましたね。はい。うん。これもね、なかなかいい決算だと思いますね。はい。そして最後ですね、田中家県なんですけども、田中家県ね、残念ながらですね、こちら厳しい決算が出ましたね。今期形状は赤字拡大へと。 いうことになってしまって、ちょっと明日はね、厳しいかなと思いますね。EV 関連でね、ずっと期待していた田中家券ですけども、最近ね、こう、ずっとね、落ちていたんですけども、まあ、このね、ダメ決算を、ちょっとね、まあ、分かっていたのかどうなのかってとこですけども、うーん、残念ですね。これ、ただね、安くなればね、また拾いたい気はね、とてもしますけどもね、田中家券ね。はい。以上、新ネタのコーナーでした。続いて、 5月12日の注目と言っていた中でまだお話ししていないのがですね、このね、まずね、遠藤製作書なんですけども、今日ね、ストップラガで弾けたんですよね。で、ケスさんがね、なかなかいいのが出ましたね、ということで昨日話をしていたわけなんですけども、で、ストップラガで弾けたのはいいんですが、しかしですね、このね、 14時59分ぐらいにですね、どっかのね、大口さんがですね、ドンとね、売ってきたんですよね。うん。で、まあね、あの、3時に向けてね、もうギリギリね、みんなこう、比例配分を狙って、なりがいをね、どん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 入れていくじゃないですか。で、59分ぐらいになったらですね、どっかの大口がドンと売ってきたんですよね。うん、<laughs> ということでですね。 今ね、ちょっと PTS がねで、あの下がってるんですけども、うーん、まあ、ちょっとですね、あの、久しぶりに見ましたけどもね、と大引け紛らにね、売ってくる大口のパターンというのはね、まあ、たまにありますよね。で、それはまあね、あの得てして、まあまあね、そんなにね、すごいような IR じゃないときって、 かっていうのはたまにそういうのねありますよね、爆弾投げてくるところがね、ファンドとかね、うん、どっかの大口がですねまあ、ギリギリぐらいにですねこう客を集めてからどんと投げるというのは、ですね、まあ、たまに見かけますけども、しかし、ですね遠藤製作所の場合は結構いい決算だったわけですよね、でそういう中で、そのねもうあと1分あるかないかぐらいのところでどんと売ってくるっていうのは、ですね初めて見たんですけども、うん。 ということでですね、これね、明日どういう音楽にするかね、非常に気になりますけどもね、はい。うん不思議なね、ちょっとね、大口がね、打ってきたということになりました。はい。それからですね、あとは、まあ、昨日ね、ちょっとゲームのね、と信長の野望を、まあ、2年後から開発始めますという IR を出してきたモブキャストですけども、今日はですね、3%下げましたね、結局ね。うん。 まあ、と、よりはですね、まあまあ、まあ、安くはなかったんですけども、そこからどんどん下げられたという形になってしまいましたけどもね。はい。以上、5月12日の注目メーラーでした。続いて、5月13日の注目。はい。キャリア。遠藤製作所。AI i n s i d e G3。ブロードマークド。スパイダー。グミ。ツ葉。 この辺を中心に見ていきたいなと思ってます。はい、それではここで株価パラダイス、成長、パートナーシッププログラムにご賛同いただいた皆さんのお名前を表示させていきます。本当に本当にありがとうございます。皆さん、一緒に成長していきましょう。今後ともよろしくお願いいたします。 それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。